岡崎さんもねすごい人気ですよね。そんなことないです。いやこの間の岡崎出せみたいな見ました、そのコメント。岡崎出せってプロ野球の代打みたいな愛子出せとか木山出せみたいな感じ。岡崎出せって言われても岡崎さんだって詳しくないのに出るの辛くないですか。辛いですね全く詳しくもない世界の時にアテンドしてみましょうか。地図の世界とかそれは辛いですね。岡崎さん四国4つ言えます。え4つの県じゃあ次行きましょうか香川。香川、はい。ちょっと今出てきませんね。なんでそんなすごい難しいこと難しくないですよ。絶対四国に有林の出店できないじゃないですか四国は香川さえ分かればうどんが食べられるので大丈夫です。続きまして岡崎さんの中堅お願いします。はい。なんすかそれ。鉛筆削りになってます。そーっと開けてください、はい、開けるんですか。そーっと開けてください。虫がいますね。はい。面白いんですよ。面白いですね。ズワ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 、ちょっと動きますよね。うん、面白い文房具です。鉛筆借りてもいいですか。え全然削れませんよ削れてないんですよ。鉛筆削ろうとしてワンロール出てきて終わることあります。上にわけのわかんない虫はいる、鉛筆は削れない。面白いですね。いやそういうとこや面白いですねいや違うのよ、こういうことじゃないのよ。何なの、誰の作った何工芸品なんですよ。どこで買ったんですか。お土産で。商品名をつけるとしたら何ですか。ゾワゾワ鉛筆削り。ゾワ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 勝者福島さんですいや強烈だな。マジで行くとこまで行っちゃいましたね、このチャンネルも。福島さんの大賞お願いします、はい、こちら100年後の特殊紙玉敷。何かもわかんないもん。玉敷っていう紙があるんですよ。特殊紙の一つで玉がね紙に透かしみたいに入っていて人気のある特殊紙でございます。いろいろな紙の種類の一種です。紙ってそんないろいろかっこいい名前ついてるんですか。いろいろあります。 OK フェザーワルツとか。 OK フェザーワルツそのまあいろいろ紙の種類がある中での玉敷っていう玉が浮き出てくるみたいなね。その紙が100年経ったらどうなると思います。誰も100年後の姿は見たことないんですよ。見てみたいなって思ったメーカーさんが売り出したのがこちら。100年後にはこうなるだろうなっていうので作られたやつです。はい。シミとかシワとかちょっと茶色くなってる玉敷、はい、コンセプトは分かりました。私の青春時代って古着が流行った時で新品のジーパンをカッターナイフで破ったりしてましたもん。そういうことですよね。ちょっと近いかな。これ何で。私も買った時どうやってやるんだろうと思ってヴィンテージ加工紙でグーグル検索したんですよ。めっちゃいろいろ方法が出てきて一番メジャーな方法はコーヒーに浸す。あーコーヒーの匂いがしないの。タバコの匂いがする。焦がしたりしてますよね。分かった、ヘビースモーカーの部屋のクロス剥がしてきたみたいな感じなんですかこれ5枚でいくらやってました。5枚で1500円。1枚300円。誰が欲しいの。福島さんこれ使ってるんですか。使ってますよ。新聞の切り抜きしてこのビルを爆破するちょっと雰囲気のいい写真を撮りたい時とかこれを敷いてその上にかっこいい文房具とか置いて撮るとヴィンテージ感が出る写真が撮れたりとか、あとはガラスペンとかでね手紙書いて送られてきたら100年後から送られてきたって。いや福島さんってすごいタバコ吸うのかな最後期待が高まっております。岡崎さんの大賞お願いします。大きいんですよ。大きい、しかも重いんですよ。大きくて重い。見えますか。え嘘でしょ。お待たせいたしました。岡もっちホワイトボードここにかけられるんですよ、はい、しかもじゃん、仕切りが横じゃなくて縦についてるんですよ、はい、収納ができるホワイトボード兼テレワーク用のバッグ、はいジャンルで言うとカバンだった。ブックエンドっていうかと思ったんですけど岡崎さんはカバンとして使ってらっしゃる。ビジネスマンの方が持ってってほしいなっていう。触って開けて使ってみると本当に欲しくなっちゃう。あでもちょっと面白いな触ってもいいですか。重たいんですよ岡持ち。はい、あすっごいピッ
ったり。ああ、こういう時代だからな、会社に行くのも大変だし、家で仕事していても妻からガミガミやれてな。やっぱりカフェで仕事するのが一番だよな。なんか視線を感じるな。それはお構いなしに仕事でもするか。今日の予定は打ち合わせがあるんでね。で、まあ書類も出してと。こんなやべえやつカフェにいる？いますね。いやいや、いますねじゃないですよ。これはやばいわ。これいくらですか？3万ちょっとですね。え？たっ高い。ユーリンドで売ってます。注文すれば買えます。受注生産なんだ。ってことはもうちょっとちっちゃいお金持ちがいいんだとかもできるんですか？ダメです。それです。ワンサイズ。ワンサイズ1回でいいからこれ持ってスタバに行きたくなっちゃうな。周りと店員の反応がどんな感じなのかだけは見たいんだよな。かっこいいな。いや頭いかれてるなと思いますよね。このスライドドアをこうやってやった瞬間みんな見ますよね。何出てくるんだろう。ラーメンかな、中華丼かな。いや仕事道具出てきた。勝者発表します。先方は岡崎さんの勝利、中堅は福島さんの勝利、大将戦勝者は岡崎さんです。やったー。お金持ち持ってこられたらさ、でカバンですって言われたら、いや恐れ入ったな。さすがです。岡崎さん、一番のおすすめはおかもっちの中に100年後の玉敷を入れ、3代目チョッキペンを入れ、持ち歩いて永遠と仕事をスタバでやるっていうのが最高ですよね。次回も絶対やりましょう。これ次が決戦ですよ。岡崎さんおめでとうございます。辞表はしまっていただいて。